あると強い人同士が当たるのはしょうがない。さて5位でもこの間当たったと言っていたアベリンさん対キーシャファソ。この実況が終わったら僕平和な北斗をやるんだ。さてあ、だって俺らの北斗バスケもドリブルもないもん。はい、第1ラウンドは前、はい、ファウストが少しずつ追い詰められているが、ここでハンマーカウント、ピーポーズもインバースト、あ、出ない、中段から外眼だ、なんでヒットしてるんだ、なんとか生き残った記者、思い切りのいいメッタでペースをつかむか、下段が通る、ねちこい攻めが続く、ジャッジで返そうとするも、やり乗りの前には無力、メテオ、おっと、ここからファーストが怒涛の猛攻でまさかの逆転、第1ラウンドはキーシャファースト、キーシャといつも AC では黄色くないのが不思議ですが、とそんなことは関係なしにどん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 攻めていく、アメゲンさんもはや体力が7割ほど削られている、スライドヘッドも当たらない、厳しい状況、バースト使うもヒットしない、中段もらって超レレルからピコンチューンキューンピ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 ューン、あー黒いので死んだはい、お疲れ様でした、ピューン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 とか言って